ポケットディメンションマウス。The year is 20XY。Y イコール X プラス1。はい。チョーク&チーズ。あ、これチョーク&チーズシリーズで作られてんの？You can leave without getting the cheese to return to level select. レベルセレクト？本当だ。でもクリアはしてないってことだ。ん？チーズを取ったら白いところを踏めない？Press space to place stored item ahead of you. これ何？なんかわかんないけど置いた。何かはわからない。トレード。わ。どうやって？そんなことができるの？入れ替えられる？何？わからん。なんで？なんでハートが出た？うんうん。ゲイティッド。これ、え、上がんの？一回踏んだら上がるんだ。ああ、で、すべてのものが、ドクとボタンが、あれってあれだからあれか、オンオフ逆転してんのか？こっちを押すとあっちが、色が、突き上がるみたいな、突き上がる。これって一回踏んだら、あ、そういう駆動するんだ。一回これを食べちゃうともう別のものは取れないよねってこと言ってんのね。あ、これをどかさないとダメだったと。入れ替え、まだ習得できてないな。ピンチ。これがなぜ必要かと。あ、そっか。これを乗せないといけないんだけど、チーズを取るときにどうやって？ここの上に最初から物乗っけてないといけないのか。
この状態でこれを外して、拾って入れ替える。パズル自体はとてもシンプルだね。アニメーションがすごいこだわってる。チャプター2。なんかすごいトリッキーな子来たな。プレイヤーが隣接4マスに行くと、いない方向に向かって走り出す。やばいだろ、それ。カーゴ。一旦ここで止まって欲しかったんじゃないのか？ああ、でも上行かないわ、これ。これ本当は上に飛ばしたかったな。ん？ん？いや？これを取って、帰りにこれ踏んでてもらわないといけないんだよな。そんなことできる？いや、止まるな。これを運んでくれるよね、みたいなことは別にないんだ。交換はできない。プレイヤーがここは通れず、ここにいるのにこれを何かが踏んでくれてる状態。プレイヤーの後ろから来るか、プレイヤーこの辺を通った時にこの場所まであいつを誘導するみたいな行動って取れなくないか。あ、最初からここに置いとけばいいのか。忘れてるな。あの場所で止まってくれてればいい。どっちかというと一個隣の方がいいな。いや、これダメでしょ。これやっぱあいつがここにいることが条件でしょ。そんなことなかったな。あ、勘違いしてる。なんか勘違いしてる。こっち側が押され、そうか、両方押す必要はないのか。どこっちに関しては大穴なんだね。どっちかが押されてればあっちは押されっぱなしで、今下を押さえてるのに、あ、わかんない、わかんない、わかんない。このボタン、なんでこのボタンわかりにくいんだろう。今までに何パターンもボタン出てきてるからかな。上が押されているとここは開きます。で、上が押されなくなったも、蓋は閉じません。それは、これ一個一個連動してるわけじゃなくて、まとめて何かが乗っか、一つでも乗っかってると、あれ？
最初この状態なんだよね。へこんでるのにボタンになってるのがなんか違和感あるのかな。まあいっか、クリアしよう。なんかボタンの表示がすごい慣れないこれ。四角いボタンを踏むと丸いボタンのオンオフと四角いボタンのオンオフが切り替わる。わかんないだろそれ。なんでこの二つのボタンの形違うんだ。チーズ取って、チーズ取っての時にどっちかは押されてる必要があって。チーズ取って帰ってくるときに、押されているものが消えないと戻れないんだから、押さえてるやつを青色にしてくれないと困るけど、青色は道を塞いでも困るので、一旦ここには止まってほしいけど、その後に一番上まで行かないようにしないといけない。だからこの辺で止まるようにしときつつ、これでいいのか？これでいいんだよな。そう、パズル自体はシンプルなのよ。ボタンの見方がわからない。これは？このボタンを踏んでる。このボタンまた種類違うの？いや、そんなわけない。いや、そんなことあるな。このボタンを押すと向こうがオンオフして、こっちのボタンが押されてるからってこっちが跳ね上がることがないのか？なんだよ、さっきと修正違うじゃねえか。ここが押されてる状態で私は下に入って出てこれれば勝ちだから、ここの場所を青色で押さえてくれるだけでいいんだよな。でもそんなことできますかって話。最初に青色を取りに行くのがむずいのかもしれない。ダメだろ。この場所に置いとかないといけなかったね。でもこれを取れなくなっちゃうから、この場所にいるのがおかしいんだね。もう一個左にいてもよかったのかも。いや、ダメかも。これを結局取るときに、あいつが右端に行くと終わりなんだね。青色をどこに置くかが問題だった。青いのがここにいて、上に対してストッパーを置いとけばいいのかな。ダメだ。
ダメだよね。こうやって置いちゃうともう、じゃない方に行って終わりだから。いーん。こいつの置き場がわからんよ。まあ、この辺に置いたままにできるのが一番安全なんだよな。今何が問題かっちゅうと。ダメね。下にあるやつを取った時に上に逃げられて終わっちゃうんで、上に置くとこうなってて、上のやつを取ると下に逃げられて終わるので、その前に横に飛ばしたいけど、ここには置けない。悩ましい。ここで戻すと、あれを取りに行くことが俺はできなくて、位置が悪いなあれ。こうすると、これは取れるけど、次のあれが取れなくて終わるんだよな。何がやりたいのか分かんなくなってきた。ここにストッパーを置いて、ここにストッパーを置いて、あいつを誘導すれば終わりだよねっていう話だと思ってんだけどな。それをするには、あいつを止めている、止めているブロックを取るために止めるブロックを持っていくみたいな矛盾が発生し続けるんだよな。それが良くない。ここであの子下行ったら終わりだもんね。もうダメでしょ。左のあたりにただ置いとくだけ、ここに置いておくだけみたいなのが一番素晴らしいんだけどな。この場所に止めることができたら勝ちですけど、そこに止めるためには、そこに止めるストッパーを取りに行くことができないのでダメでしょ？全部同じなんだよね。都合のいいところに置いとくためには、都合のいいところのストッパーを取りに行くためのストッパーを置くためのストッパーみたいなことが必要になる。どっかでその連鎖を止めたい。
そんな方法を取るには壁を使うしかないんだよな。でも壁際に押し込むと負けだから、出っ張ってる壁であるこの場所を使う以外なくないかってなるけどね。この場所に上から下に押し込む。ことによって全てのストッパーを俺は回収する。ってことやと思うんやけど。はい。俺の目的地はここ。ここに青いのを置いて、上から下に誘導したい。上から下に誘導するときに、ここにすでに1個置いている。で、上から下に誘導したときに、この辺に置いてあったやつを、ここに置いたら、あとは全部うまくいくんじゃないかって話だよな。ここにします。この場所から、ただここに2つあるのがまずかったんだよね、今ね。ここに2つストッパーがあるのは良くないの。いけてないんだよ。すでに1つを下に置いておきたい。それって、一旦右に寄せてから左に持ってくるってこと？一旦右に寄せてから、左に持ってきてここへ止めたいけど、あそこに俺が行けないんだな。こうするとまた無意味なことが発生する。左の、この通路に持ってくることがあまりよろしくない。なんだろう、なんか今までのステージに比べて難易度がぶっ飛んでんだけど、ここ。こんなに悩むことあるんだろうか。ダメだ、斜めの位置に置くのはマジで良くない。それは分かってんだよな。邪魔。このラインだけでやってもダメっぽいな。なんか一旦上下ずらして。
目的地ここだったはずなんだけど、なんかすごく変なことやってるな、さっきから。こんなつもりじゃなかった。ここも通るには狭すぎる。全然好転しないさ、状況が。同じことずっとやってんだ。この場所にシングルで存在するのも別にいいんですよ。この場所にシングルで存在してるという状況は不可能なんですよね。絶対隣にピンが立ってるんだから。そのピンを取りに行くと破綻するんで、そういうことをしたくない。これはもちろんここでも同じで、この場所にあいつがスタンドアローンで存在していることが理由はありえないんだよね。絶対隣にピンがいて、そのピンを俺は取りに行くと、じゃない方に動き出すから、じゃない方にピン打たないとダメで。その挙動をしてる限り絶対こんなところに先に置いとくみたいな行動は取れんのよ。なんでここに先に置こうとしてんだっけ。あいつがここに落ち沈んじゃうと上に持ち上げる手段がないから、絶対青い子をここに置く。で俺は下から上にあいつを逃がす。待って、できなくない？ここにピンがあるとそれすらできなくないか。あいつをここに止めました。そしたら上にピンを置いて、ここにあるピンをどかしてから上にあるピンをどかす。いやダメだな、あれ青いのがここにあってもクリア不可能じゃないか。青いのがここにある場合、ここにピンがある状況以外ない。ここに青があって、ここにピンがあったとして、この青い道をどかすために、ここにあるピンをどかしてあげないといけないんだけど、このピンをどかそうとすると青いやつは上に逃げるので、上にピンが必要でしょ。上にピンがあって、このピンを取り出して、そのピンをここに置いて、で、次に上にあるピンをどかさないといけない。え、全然無理じゃん、じゃあ。全然無理。むず。なんでこんなむずいの？チーズを取ってあのルートを帰ってくる。つまりこれを？チーズを取って、これが押されている状態を作らないといけない。
あ、違う。これが押されるでもいいのか。チーズを取り終わったら、ここが通れて、ここが通れないといけない。どうやってだ。この場所に入ったときに、このボタン踏まれないといけない。ここでもいいんだけど。チーズ食べて、ここまで来て、このここまで来たら、ボタンが押される仕組み。この位置からそういう感じでアプローチできるものって想像できないんだけど。これを押さえてるのが青色でもダメなのはもう分かってんだよな。青色がそこに乗ってたところで、このルートでそいつをどかす手段なんてないん。だここに物があるっていう状況がもうダメ。ただ単純に扉を開けてもらわないといけない。プレイヤーが、
ここに青いのが。ここに青いの置いとけばいいのか？ここに青いの関係ないな。ここに青いのが置いとあったとして、これがこうやって入ってきて、青いのを追い出したも、次に、ここに来た時に押されてないから、ここにいる時には、ここを押されてないとダメだね、今度は。プレイヤーが、プレイヤーここに、ここの挙動のアプローチで青色をどかすだけだと、ここを踏みに行くのは、ここにプレイヤーがいる時に下に逃げるっていうやつ以外ありえんじゃが、それはやるとここが塞がるから、なんか、なんだこれが踏まれ、これが踏まれてって、ここに青いのが、こことここに青いのがいて、俺がこうやって入ってきて、ここで青いのが、右に逃げて、ダメだな、この次のターンで踏まれて終わりだな。え、全然むずいですわ。全然むずい。青色のコントロールになってからゲーム性が変わって俺には太刀打ちできなくなった。終わりです。俺もだよな。なんか青色を使ったテクニックの何かしら俺は習得しないとクリアできないんだよな。これを踏んでて、離して、これが踏まれてるときに、でもこれは私以外の物体が踏むともう踏みっぱなしになるからね。うん。あ、すいません。疲れたので、今日ここまでにしましょう。クリアできず。